はい、こんにちは、ゆうと申します。今回の動画はですね、ギターの演奏に欠かせないコードチェンジにフォーカスを当ててレッスンしていきたいと思います。コードチェンジといえばですね、ギターを始めて間もない方からするとなかなか難しいことかと思うんですけれども、この動画はですね、コードチェンジのコツやコードチェンジのタイミングをですね、一緒に練習していきますので、初めての方でもチャレンジしやすい内容かと思います。またですね、コードチェンジに関してですね、実際にコードを使ってレッスンしていくので、まだコードがわからないよという方はですね、以前にも、メジャーコードとマイナーコード、明るい響きのコードと暗い響きのコード、これについてレッスンした内容がありますので、概要欄にそちらのリンクを貼っておきますので、一回その動画でですね、コードを知ってからまた戻ってきていただけるとより分かりやすくなるかと思います。ただですね、レッスンに入る前に今回使うコードのおさらいをしますので、コードが分からない方でもですね、安心して見ていただければと思います。このコツさえ知っちゃえばですね、好きな曲を演奏する中でコードチェンジが今よりもやりやすくなっているかと思いますので、一緒にギターを持ちながらですね、この動画をご覧いただければと思いますので、最後までよろしくお願いします。それではね、早速レッスンに入りたいと思います。今回も楽しくギターを弾いていきましょう。はい、それではですね、まずエクササイズ1ということでですね、上にリズム譜を貼っておきます。今回のピッキングはですね、全部ダウンストローク、上から下に振りかぶる感じですね。でリズムとしましては 1,2,3,4 1,2,3,4、 こういうリズムになります。五線譜の上にですね、逆三角形マークと黒い点が3つ並んでるかと思います。この赤い逆三角形がメトロノームの頭が一発目に来るところと思ってください。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、これに合わせて1,2,3,4 1,2,3,4、こういうリズムになります。1小節目が A、 2小節目が E、 3小節目が D、 4小節目が A、 こういうコードチェンジでやっていきます。でいきなりですね、四分音符全部弾いてコードチェンジってなると、コードを慣れてないと難しいと思います。一回やってみますね。3,4、こういう感じになります。でこれだと一瞬でコードを変えないといけないので、コードになれないとなかなか最初は難しいかと思います。じゃあまずどうすればですね、コードチェンジを変えやすくなるかというと、4拍目 1,2,3,4 の4拍目で手を離すんですね。どういうことかというと、最初こうコードを押さえて準備をするかと思います。 A のコードを押さえてね、で 1,2,3,4、 そこから指を離しちゃうともう先にどんどん進んでしまうので、コードに慣れてないとどんどんテンポが遅れてしまうんですね。なのでまずは4拍目を弾かない、弾かないというかもう離しちゃう、離して次のコードの準備をする。そうすることによってコードチェンジを少しでも慣れさせるというのが今回の目的になります。これを一回やってみますね。どうなるかというと、こうなります。このテンポだと開放弦がね、少し
なんか不安な感じになっちゃうんですけど、これがテンポが上がるとですね、そこまで気にならないです。一瞬だけこの音が鳴る分だったら全然問題はないです。で、今回テンポ60でやってるんですけども、まずは一拍分余裕を持ってコードチェンジをしてあげることによって、少しでもねコードチェンジが行きやすくなるかと思いますので、一緒に練習していきましょう。それではね、頭の一小節目からやっていきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、離して、リー、ツー、スリー、離して、リー、ツー、スリー、離して、A、ツー、スリー、フォー。はい、どうでしょうか。なかなかね難しいかと思います。これも少しねコードを抑えられる訓練をしていかないとちょっと難しいかと思うんですけども、まだね難しいよという方は、もしメトロノームをお持ちだったらテンポを下げてやってみるのもありかと思います。ここでですね、不思議に思った方がいるかと思うんですけども、4小節目と1小節目ってどっちも A ですよね。で、さっきの演奏で1回ずつ離したのは、少しでも離して抑えるという訓練をするためにあえてやりましたが、演奏する曲の中で同じコードが続く場合は抑えたまんまでも大丈夫です。1回やってみると、2、3、4、して離して、1小節目も A なのでこのままいっちゃいます。2、3、離して、2、3、離して、2、3、離して、 A、2、3、4。こういう感じに演奏するとタイムロスが減るかと思います。それでは今の弾き方でチャレンジしてみてください。1、2、3、4、A、2、3、離して、E、2、3、離して、E、2、3、離して、A、また A、続くのでそのまま、一回繰り返し、はい、お疲れ様です。こんな感じでですね、少しでも離してコードチェンジ、離してコードチェンジというのを繰り返していくと、だんだん指も慣れてくるかと思います。で、これも少しずつね、ゆっくりやっていただければ、だんだん慣れてくるかと思います。まずはコードチェンジのタイミングとリズムを知ることっていうのが大事になります。で、これでコードチェンジのコツをつかんでいただければと思います。はい、ではエクササイズ2ですね。これちょっとね8分音符になるんですけれども、ジャンジャッカジャッカジャッカジャンジャッカジャッカジャッカですね。ちょっとね右手が忙しくなります。このエクササイズ2ではですね、オルタネートストローク、ダウンアップダウンアップ、これを使って演奏します。ダウンだけだとちょっと厳しいかと思いますので、オルタネートを使って楽しましょう。ではですね、これを一回デモで演奏してみますね。はい、こんな感じのリズムになります。それではですね、さっきも同様で繰り返して弾いてみましょう。1、2、3、4、A、
して D、 離して D、 離して A、 そのまま A、 離して E、 離して D、 離して A、はい、お疲れ様でした。結構ね、右手のリズムが忙しいかと思うので、最初は大変かとは思います。またね、エクササイズ1に比べるとコードチェンジのタイミングが短くなるので、ちょっと大変かとは思うんですけども、これも繰り返し練習していきながらコードチェンジに慣れさせていただければと思います。はい、それではですね、エクササイズ3に行きたいと思います。これもですね、エクササイズ1と同じふわりになるんですけども、大きなポイントがですね、1小節に2つコードチェンジが必要ということになります。エクササイズ1だと1小節ごとにコードが変わっていたことに対して、エクササイズ3はですね、1小節にですね、2つコードがくっついているかと思います。これがですね、結構曲に一番多いのではないでしょうかね、このタイプが。エクササイズ1はですね、まあ同じコードで1小節進むので、まだ余裕があったことに対して、エクササイズ3はですね、ちょっと、忙しくなります。で、こういう時はどうすればいいのかというと、エクササイズ3も、支部でメトロノームが鳴ります。カッ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 カって。で、これはですね、8部で考えてほしいんですね。8部、どういうことかというと、四部を2倍すると8部になるんですけど、こういう取り方になります。一回やってみますね。これ四部です。1、2、3、4 1、2、3、これを8部で取ると1と2と3と4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 、こういう感じで取ってあげるとコードチェンジのタイミングが分かりやすくなります。ではですね、このエクササイズ3のふわりでどこで変えればいいかというと、1と2との時に指を離す。1と2と3と4と1と2と3と4と、ね、言葉だとなかなか難しいので、一回試しでやってみますので、聞いてみてください。1と2と3と4と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 、こんな感じでリズムを取ってあげるとコードチェンジのタイミングがつかみやすくなります。1と2と3と4と1と2と3と4と、このタイミングですね。それではですね、これも繰り返しながら身につけてください。それでは行ってみましょう。 1、2、3、4。 1と2と3と4と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 、1と2と3と4
お疲れ様でした。これがですね、オーソドックスなコードチェンジになります。まずはエクササイズ1から順番にですね、エクササイズ3までチャレンジしていただけると、少しはですねコードチェンジのタイミングや、コツがつかんでくるかと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、お疲れ様でした。今回はですねコードチェンジをですね一緒に練習していきました。コードチェンジはですねリズム感と指を離すタイミングというのが非常に大事になってきます。いきなりですね原曲と同じテンポでやろうとするとなかなか追いつかないので、どんどん曲が進んじゃうので、つまずいちゃう方が非常に多いところだと思います。何度もですねこの動画でお伝えしてるんですけど、まずはテンポを下げて自分のテンポでやるのが一番大事だと思います。そうすることによって変な癖がつかずに上達することができますので、少しねテンポを落として練習していただければよろしいかと思います。このチャンネルではですねギター初心者の方に向けた、レクチャー動画だったりとか機材紹介などを、アップしております。またですね、TikTok やブルースカイもやっておりますので、ぜひアカウントをお持ちの方はフォローしていただけると嬉しいです。最後にですねこの動画がためになったよとか、少しでもできるようになったよという方はグッドボタンや、このチャンネルが気に入っていただけましたらチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。引き続きですね、ギター初心者の方に向けたレッスン動画を上げていければと思いますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。それではですね、最後までご覧いただきありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。